内蔵量は、律令制において、中塚佐省に属した機関。和訓は、内の蔵の塚佐。東名は、総部。また、近代の宮内省に設置された、内部部局の一つ。内蔵量の起源は、律令制以前の三蔵、大倉、内蔵、忌倉の一つである内蔵に遡る。内蔵は、理中天皇の時代に遡るとも言われ、皇室の財宝を管理する倉庫で、 律令施行後も、中塚佐賞の一機関として存続した。内蔵料の職商は、大蔵省より、毎年宮廷運営のために送付された、金、銀、絹などをはじめとする皇室の財産管理、宝物の保管、官人への貸し、調達など、皇室関係の水奨事務である。また、諸しげる貢献物すなわち対外貿易による調達品も管理しており、 食師による交易及び、それで獲得した物品も管理していたと見られている。さらに自らも、官営工房として装飾品などを製造していた。国家の水筒事務を行う、大蔵省や官営工房の中核である匠領と、重複する部分も多く、完成はたびたび変化した。また、官司の倉庫にある公の金品の支出は、原則として、 大乗官府の発給などの手続きを必要としたが、その歴史的経緯から天皇が必要と認めた場合には、内市や倉人を介して、直接寮に対して、金品の調達あるいは支出を命じる直使を出すことができた。また、鍵の管理も他の監視とは異なっており、剣物を介さず、主鍵が直接代理に申請して、開閉を行うことができた。そのため、非常に徴用され、 律令制が機能しなくなって、以後も倉人書の管轄下で一定の存在意義を持って活動していた。特に設絵などの共演において天皇から、将王や天上人に貸しする魚物は内蔵量から出されたものが用いられた。こうしたことから、従来、内禅職や大禅職が担当していた共演における、食事も変わって内蔵量が調達する事例も見られるようになる。また、 仁義官や諸領領が扱っていた諸者、産業への砲兵とは別に天皇が独自に行う砲兵にも内蔵量の物資が用いられた。こうした措置は律令性の変化とともに国家とは別に天皇個人が後進、貴族や自身につながる蘇生や神々との関係を再構築するために行ったと考えられている。だが内蔵量の役割拡大とともに 大蔵省からの送付や臨時的に行われる内外との交易での調達品だけでは支出をまかなうことができなくなった。特に大蔵省からの送付には米などの食料品が含まれていないことも支出に支障をきたした。そのため演技式においては大蔵省以外の監視から送付される諸子燃料ともしん諸国に品目と分量を指定して送付させる。 諸国燃料ともしんなどが制度化されて、収入部分の拡張が図られた。律令制の衰退によって、朝廷自体が、皇室の火星機関としての色彩を強めてくると、内臓頭には、蔵人頭や弁官、この絵中将少々を歴任した4位の天井人が就任するのが、慣例となり、内臓頭、蔵人頭を検体した頭頭も存在した。 さらに、陰性期には財力を有する有力な受領に移り、室町時代初期には、山品家の当主が五寿司書別等を兼務して、就任するようになると、以後同家の事実上の世襲となった。なお、阿公事件で有名な大石義雄の通称である、倉之助は、この内蔵漁の時間ということである。前期のように内蔵漁と、浅野長則が長官に任じられた匠寮とは、 職務上関連が深かった。任官者一覧内蔵等内蔵量は、明治維新に伴う、完成改革で一旦は廃止されるが、伊藤博文が進めた、宮中と政府の分離方針にのっとり、宮中の会計を干渉する部局として、復活することになる。1884年4月21日、大上官たち第33号によって、区内省に内蔵量が設置された。 長官は内蔵頭である。1903年10月31日の完成改正により内蔵量は各会計の予算決算に関する事項、御資会計及び通常会計に関する事項、特別会計に属する資金基金の保管水等に関する事項、金庫に関する事項などを鑑賞することと規定された。内蔵量は1947年の 区内小廃止まで存続した。現在では、区内庁長官官房がその職務を引き継いでいる。古屋、2006年、P28 から34古屋、2006年、P209 から214古屋、2006年、P39 から40.88から90古屋、2006年、P40 から47古屋、2006年、P88 から96 ありがとうございます。